知の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは音更町の和牛農家さんで働く山田瑞希さんです。瑞希さんはですね、帯広市出身で帯広農業高校を卒業後に帯広畜産大学の別科へ進みました。まあ私の後輩になりますね。でそこでですね、人工授精師の資格を取得して、でその卒業後はですね、別海町でですね、家畜人工授精師として8年間お仕事されていました。で昨年のね8月に十勝に帰ってきて、今は音更町の和牛農家さんで従業員として働いています。瑞希さんはですね、とにかく和牛が大好きなんですよ。ということでね、今日は和牛愛を存分にお話ししていただいて、また今までに至るまでのこともたくさんお話聞けましたので、楽しみに聞いていただきたいと思います。十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場作りに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストはですね、音更町の、和牛農家さんで従業員として働いています山田瑞希さんです。今日はですね、帯広畜産大学の別科の卒業ということで、私と一緒 のだいぶ後輩に当たるんですけれども、いろんなお話聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、酪農家さんたちが当たり前のように和牛を産ませて、しっかり育てた状態で市場でいい値段で売ってるっていうのがもう本当すごいなって思います、ね。でもね、ホルスタインの農家さんは、うちはそうですけど、お母さんのお乳がいっぱいあるから、うちの場合で言うと、実のお母さんのお乳がなくなったらとか、出荷できるようになったら、出荷する用の牛乳をやったら全然なんか調子がいいんですよ。へー、粉ミルクとかにしちゃうとというか、まあ本当にうちの場合だけかもしれないけど、粉ミルクを飲ませるよりお母さんのお乳をずっと飲ませ続ける方が体調崩れないので、それこそね、体調崩れたらそれこそ体重も落ちちゃうから、ずっと1ヶ月ぐらい出すまでずっとその出荷する用の牛乳をやり続けて出すって感じかな。そしたら結構大きくなって、まあいい時はすごい値段が良かったりするから、やったやったって思うんですけど、でもやっぱり怖いっていうかね、そのいつ弱くなるかわからないから、うちはあったかい時期しか産ませないようにしたりとか。多いですよね、寒い時期に和牛は産ませないっていう農家さんも結構いる、結構酪農家さんは多いような気がするっていうかね。うちも基本的に和牛から和牛産ませて、お母さんにつかせるんですよ、3ヶ月。あ、3ヶ月 ?3、4ヶ月ぐらいつかせるかも。だいぶ長いね。自分で手でも飲ませるの？手で飲ませるのは、育児放棄されたやつとか、お母さんがちょっとミルク乳房炎だったりとか、そういう牛だけ離して手でやるんですけど、基本的に親につけっぱなし。あ、じゃあ飲み放題だね。飲み放題です。で、だけど、やっぱり
っぱりなんかあの人間をちょっと怖がるんですよね、うんうん、うちのその親付きの牛、うん、なんかそういうのは聞くよね。なんか多分2本足で歩いてる私たち4本足じゃないし仲間と思えない、もう敵としか思ってなくてでそこに入っていくの危なくない？なんか親牛はまだ慣れてる、慣れてるんですけど、うんうん、子牛を捕まえるなんか薬やるとか、うん、服着させるとか、うんうん、もう大運動会みたいな感じです。逃げまくるんだ。逃げられまくって、うん、こっちも大変、牛も大変みたいな、うんうん、本当だね。だけど人工保育で育った子牛は、うん、むしろ人に慣れてるので、そうだね、落ち着いてる、大きくなっても、うん、あの優しいんだ。はい、だし種付けするとか、うん、移動するっても串かけたり捕まえる時も、うん、スムーズに捕まるので、うん、近くさがすごい。確かに足とかパーンって速そうだもんね。やばいです。突進とか攻撃してくるのはまだいないんですけど、うん、いやちょっと怖いですよね。そうだね4ヶ月って長いね。そうちょっと長いかも。まあ早いのは3ヶ月ぐらいで話したりするんですけど、そのミルクを飲ませてる期間ずっとつけてるってことか。そうそうそう。なので、うん、どんだけ1日、うん、何リットル飲んでるかとか、うん、分かんない。正確には私たちは分かってな, ないのも、うん、やっぱりあの市場で売るときにちょっとあの牛が均等じゃない、あの保育の牛とおやつきの牛でちょっとばらつきがあったりするのも、うん、ちょっとどうにかしたいなとは思ってるところなので。確かに見られ方って考えたらね、うん、そうずっと自分のところにいるんだったらね、はい、違うけど、やっぱりいつかはそうやってこう、うん、人の手にで別の人のもとに行くってなったらね、はい、それもやっぱいろんな買い方があるってことだよね、うん、全部おやつきにしてる人もいるし、うん、全部逆にあの井出さんとかそうだと思うんですけど、純子さんのところは全部保育です。あ、まあ、全部話しちゃうとか施設もあるし、うん、ロボットもあるからね。結構本当私の知ってる農家さんとかでも2週間とかは一緒にしとくけど、うん、とか親と一緒だけど人も飲ますみたいな人もいたり、同時並行みたいな、それもあるし、でその2週間経ったらもう、まあ、話すって決めて話してる方がなんか次の繁殖しやすいとか、そう発情が来なかったりしちゃいますよね、うん、つけとくと。やっぱそういうなんかホルモンが出てんだろうね、うん、そういうお乳を飲ましてるってなるとね。へえ、まあでもいろいろですね、そう思うと、うん、でそういう意味ではなんかこう自分がこういうふうにいつかしたいなっていうことをあの少しずつ試すこともできるし、でしかもどれが自分に合うかどうかとかっていうのもあるじゃない、その、うん、自分 の、 そう、ね、まあ、その働く環境とかその、うん、その作業工程とかいろんなことを考えた時に、うん、どういうやり方で人も良くて牛にもいいんだろうっていうのは考えながらできるから、うんうん、それはそれでまた面白いっていうかね、なんか毎日がなんか実験のような感じもしますよね。本当にそんな感じです。あの大学の時の試験みたいな感じでこうやってうまくいかなかったから、うんうんうん、今度はこうしてみようかなとか、それこそ季節とかね気候の影響とかも結構受けると思うから、うん、なんか本当に毎年がいろいろだなと思ったり、それは本当に和牛だけじゃなくてね、生き物を飼うってそういうことだと思うけど、うん、もうその時その時のあれによって違うなって思ったりしますね、うん、その牛が食べる牧草とかも自分のところで作ってるんですか？そうです、うちは牧草も自家産 で、うん、で前まではあのデントコーンも作っていたので、うん、デントコーンサイレージも与えてたんですけど、そうそう、うん、なんですけどデントコーンはちょっと何年か前にやめちゃって、うん、今はサイレージは与えずに、うん、自家産の牧草と、うん、あと、まあ、配合飼料とか、うん、ビートパルプとか、うんうん、そういうのを与えた。じゃあそういう牧草作業も入ってくるってことね、お仕事に。去年の8月に帰ってきたので、うん、あとそっか、やってないんだ、まだ一番草とか。あ、一番草やってないんです。うん、なのでちょっと怖いね。私小麦も、うん、終わった後、終わった後だったので、うんうん、あの本当にあのサブって呼ばれる施設にみんなであの何軒かでこう集まって作業したりとかするのも、うんうん、今年は初めてなんです。またなんかそこってね、まあ、何軒か共同とかだったから、うんうんうん、今までの仕事とはまたちょっと違うとかね、他の農家さんとかも一緒に絡んでくるような話だったりとか、あともう本当にそれこそ畑作の部分では毎年が気候と戦いというかね、うん、今本当にねこの夏みたいに暑い日が続いて、ね、うん、何がいいこれが悪かったとかっていうのもいろいろあるだろうし、それが1年に1回しかこう答えが出ないっていうのもまた難しいところですよね。そうですね、去年は
例えばビートだったらちょっとあ糖分が低かったみたいだし、それも暑さの影響かなとか、じゃあ今年はどうなるのかなって、それこそ本当それによっていつ植えるとかいう風になっていくだろうし、すごいまだまだ勉強することが多くて、はい、たくさんパンクしないようにっていう感じですね。頑張ります。トカチウーマンフロンティア。明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。ここでお知らせです。今年も開催します、十勝酪農女性プチサミットというのをね、私が実行委員長でやっているんですけれども、帯広農協連ビルで行います。2024年11月1日金曜日の朝10時から昼の2時半までの時間で行います。まあ、内容はですね、直木賞受賞作家の川崎明子さんによる基調講演、そしてお弁当タイムとかスイーツタイムとかあるんですけれども、午後からはですね、3人の酪農家さんによりますパネルディスカッションを行います。目室町の大友彩さん、上士幌町の高木有沙ちゃん、そして大樹町の川口明子さんにパネリストとしてお話をしていただく予定です。酪農家で働いている人はもちろんですけれども、興味がある方だったりだとか、そうですね、学生でもいいですし、男性ももちろん大歓迎ですし、いろんな人に酪農のことを知ってもらえたらなというふうに思っています。牛グッズ販売もありますし、あと牛関係の企業さんですね、企業さんのブースもありますので、ぜひ興味のある方はプチサミットのインスタグラムだったりとかフェイスブックをチェックしていただきたいと思っています。申し込みはですね、ファックスとあと Google ホームになってます。で、この番組のブログにも Google ホームの URL を載せていますので、そちらからも申し込みができます。締め切りは10月13日になっていますので、それまでたくさんのご参加お待ちしております。トカチウーマンフロンティア。水木ちゃんはですね、私とも過去にもね、いろんなところで会う機会があったと思うんですけれども、結構ね、その研修会だとか、まあその酪農女性サミットにも過去にもね、結構参加してくれたりとかしてましたよね、桜会とか。あ、そうそう、サミットとかですね、桜会で初めて会ったよね、はい、うん、それこそ向こうに就職をしてた時に、うん、同期、翔前さんとか、人を巻き込んでみんなでわーいっていう子がいるんですよね。すごい元気でパワーのある同期の、女の子がいてとか、まあ、同じ女性受精師で農協違うけど片岡さんとか、今私と一緒に桜井やってくれてるメンバーですけど、もういたし、あと農家さんも小林遥さん、どんどん名前が出てきますね。そう、遥さんもやっぱ素晴らしい酪農の女性で、もう別海町を代表するもう女性経営者みたいな感じですよね。遥さんたちにも誘ってもらって行ったのが、結構どこにでもいるなって感じでした。私的にはどこに行ってもいるなみたいな感じで、それこそね、私たちがやってた酪農女性サミットにも、帯広で開催した時は、遠くから本州から来た人たちは前日入りするからバスツアーとかをね計画したんですけど、こう私たち実行委員はなかなかそっちにもこう手が回らないからってことでね、同期の翔前ちゃんってことと水木ちゃんと2人でそのバスツアー担当してもらって、そ
それで同行してもらってね、うん、その牧場研修とか万栄競馬とか行ってもらったりとか、そういうこともしてましたね、うん、懐かしいです ね事前の打ち合わせみたいな感じで一緒に万栄競馬とか行ったよね。行きました。しかもあの馬券買って、事前に行くから別にかけたりとか私その時しなくていいのにしましたよね、うん、ちゃんとかけて何百円か私当たった気がする。確かまどかさんその場でお酒ビール、あそうビール飲んで、あ運転してくれるって言ったから、じゃあビール飲むわって言って飲んだりとかして、ビール代に消えたみたいな。あそう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 、そうだそうだ懐かしい。そんな感じのこととかあったりとか、まあそうやってなんかいろんなところで会う機会があったので、うん、私はね結構ね、あの別科出身の人って、うん、なんだかんだ会う人が少ないと思っているからすごい嬉しくて、いろいろ話す機会があったかなって思ったりしてます。わかります。やっぱ同じ地元とか、うん、あの別科、うん、って言われると私もなんかちょっとテンション上がっちゃう、ね、そう全然被ってないのに全然被ってないのに後輩とかもちょっとなんかあの親近感湧いちゃって、そうそうそう本当に慣れ慣れしくなっちゃう。あの、うん、学生時代その別科の時は、まあ、私はね26人ぐらいいたんですよ同級生が。多い、割と多い方ですね。多いですね、はい。水木ちゃんたちはどうでした？私の代はそんなにいなかったと思います。26もいないな、20人ぐらい でも男女比は女の子も結構多かったんだ。いたんですよね、うんうん、5、6人いたかな、うん、今もそういう酪農関係のお仕事してる子とかいます？いますいます。農家の息子さんとか、うんうんうん、多かったので今家継いでるっていう子が結構いる、結構いますかな。とお嫁に行ったりとか、うんうんうん、そうですね結構いますね。そうだ、私の同級生と一緒に働いてましたよね。あ、ひとみさん、そう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 、小山さん、最後の1年働いたところでね、うんうん、偶然あったんだ、そのね、おととし、サミット、なんか別会でプチサミットっていうのをやった時に行ったら、みずきちゃんともう一人私の同級生がいて、はい、何やってんのみたいな感じだったんですけど、そうか、北海道にいるとも知らなかったですもんね、うん、のでそう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 、びっくりしたということがありましたね。ロート朝日の前の別会農協の、うん、一人目の女性受精師さん、うんうんうん、だったと思うんですけど、そうですね、うん、大先輩と一緒に働けるなんてって私もびっくり嬉しかったです。あ、そうなんですね。私が入所した時には退職されてたので、あ、そうなんだ、またここで同じ会社で働けるなんてと思って、ね、学生時代から牛が好きな、私は酪農家生まれだから牛がでっかいとかあったかいとか当たり前って思ったけどなんかいちいち感動しててすごいって思った記憶があって、私は全然ちょっとすれてた学生だったから高校時代とかもなんかそういう純粋にこういう可愛いだとか、うんうん、なんかそういうのを表現する同級生にすごいこう影響を受けたというか、だからあんまね好きとかいう感情があんまりなかったので私自体が、うんうんうん、だからすごくねその子たちの同級生にはすごく影響を受けたんだけど、うんうん、その中の一人で一番あの牛愛とかそう動物愛が強い子だったので、ね、今もそういう受精師としてね働いてて、うん、あれだなと思うし、結構ね、うん、その別海町の方とかは受精師さんとか多いですよね、女性の方がすごい多いし多分増えてると思います、うん、年々、あ、年々、うんうん、後輩受精師も女の子すごい多いですね、うん、同期はむしろ女の子しかいなかったです。あ、そうなんだ、うん、農協の受精師4人とも全員女の子、へーとかなかなか聞かないっていうか、あのだからねすごいね、うん、私の同級生がその別海農協に入った時から、うんうんうん、羨ましいなと思って、しかもそこですごいなんかその受精師女子会みたいなのをやってたから、うん、やってました。なんかそういうのもあって、でそれで私がその桜会やろうってなった時に、うん、その辺ごっそり来てくれたんですよ。あ、最初向こうからまとめて来てくれて、あ、こんなになんか女の人たちの受精師さんが多くて、うんうん、しかも釧路根室で多かったから、そこでもうすでにそのなんか受精師女子会をしてるから、うんうんうん、あ、なんかすごい先進的だなって思った記憶があって、そうですね、私たちが入った時からもうその会があって、うん、あの本当農協とかの垣根もなく、うんうん、もう女性受精師の
コミュニティみたいなのができてて、うんうん、定期的にあのご飯食べたりとかするんですけど、うん、やっぱりそれ夜ご飯みんなで食べて、うん、次の日の朝また仕事頑張ろうって思えるような、うん、はい、明るい回でした。ね、受精師さん本当朝晩とかあるからすごい朝も早い人早いんですもんね。朝、まあ開業さんとかも早いとこあると思うんですけど、うん、早朝の受付とか、うんうん、その夕方の受付とかあったので、うん、朝はもう6時半過ぎには農家さん行ってんの？出発したりとか、うん、やっぱ事務所から遠い農家さんとかもいるので、うんうん、そういうところに行くとき根室だったらもう6時には事務所をまず出て向かっちゃうとか、うんうん、6時半には着いてるようにとか。でもね、そういう意味では農家さんにとってはすごいいいですよね。あの、朝の作業中に受精をに来てもらったりとかしたら人もいるしとかっていうのもあるし、うん、そうですね、それってすごい地域差あるなと思ってるんですけど、確かに1日に朝午前昼夕方って最大4回を呼べる時もあったので、うんうん、本当に受精適期に受精をしに行く体制っていうのが整ってたかなと思います、うん、やっぱりね、今もその牛さんの発情期ってだいたい教科書で言うと24時間って言われてるけど、うん、一番いい時間って言ったら本当に多分数時間とかだと思うんですよね。でそのピンポイントで合わなかったら、うん、うちの地域は本当午前と午後でしか呼べないので、うん、夕方見つけたら次の日の朝、朝っていうか午前中になるので、うん、そうなったら早く来てくれるか、あとお昼近くなる時もあるしそうなるともうそのタイミングがもうずれてて、うんうん、もう終わってますっていう時もあったりとかするから、うん、結構うちの町は自分家でやってる人が多いんだけど、でもやっぱその頼んでやらなきゃいけない場合は、うん、そういう風にいいタイミングを逃してしまう時もあるので、やっぱり酪農家さんが多い地域とかさ、うん、その受精師さんがたくさんいるような地域だとそういうシステムが組めるから、酪農家さんにとってもすごくいいだなっていう風に思ったりします、うん、そうですね、やっぱ朝、うん、早くから夜までの受付があったので、うん、1日に見る頭数とかもやっぱ多かったので、うんうん、本当に初任地が根室管内で受精しやってよかったなって今思います、うん、本当にお若いのにいろんな経験をされてるんだなって改めて思ったんですけど全然です。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。
現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はそのまあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。